人狼ゲーム。命がけの人狼ゲームだ。最多票を集めた者は処刑されます。何これ、死んで償い。立花さんからひどい嫌がらせを受けた。そんなの嘘。私は被害者。あ、誰か誰か来て。この中にいるってことでしょう、殺した人。そろそろカミングアウトしない。本物の預言者は僕です。これからヤバいし。やりたくない。人狼ゲーム。いなくなったのは我の娘なんです。ヒロミは村人側でいいんだよね。そうだよ、私生きてここを出たい。逃げろ。あいつは犯罪者なんです。こんなことしないで早く逮捕してください。投票先選ぼうぜ。なら野々山でいいじゃん。私は村人、あんたに投票する。違う、待ってよ。投票、俺が村人。ああ野々山は人狼だって。期待がなければ失望もない。ヒロミのせいじゃない。当然当然でしょ。人に親身になって反応がないと何か損をした気分になる。人が人を多数決で殺す、そういうゲームなんでしょ。人はただ与えることはしない。無意識のうちに必ず見返りを求める。消えた11人の生徒たちがどこに行ったのか。こういう提案をしてるヒロミ自身が人狼かもしれない。これ続けられないかな。話いいかな。よくねえよ、見りゃあかんだろ、バカか。何だ、誰だってめ。名倉さん、こいつ分かってていなしてます。今時ヤクザでもやんないっすよね。刑事がこんなことしていいのかよ。お前が一般常識語っちゃうのか。ヘルヤさん、ヘルヤさん。話聞かせろ。気にするのやめよう。誰かが選ばれなくちゃいけないんだし。私はヒロミが村人側って信じてるし、
私も村人側だから、私たちが勝つには。ルナは違うよね。1ヶ月前、お前は駅前のカラオケ屋で橘水樹に性的暴行を働いた。その場には都築、八重樫、小笠原がいた。なんだよそれ。見張り頼むわ。やめろ。おい、助けて。チクられたんだよお前。誰にだよ。ダチに恵まれてるな。こんなとこまで連れてきといて何なんだよ。てかこれ逮捕じゃないよな。好きに帰っていいんだよな。さっきお母さんと連絡が取れて、もうすぐいらっしゃるから、それまでいいですか。勝手なことしてんじゃねえよ。我々が知りたいのは、消えた11人の生徒たちがどこに行ったのか、それだけです。ならそれを調べろよ。立花どうのこうの関係ねえだろ。関係ないかどうかを調べてるんです。君も親しい友人と連絡が取れていない。本当は心配ですよ。親しいやつなんかいねえし、橘にもそこまでしてねえよ。じゃれただけで。それは橘水樹さんに好意があったから。あいつに？ないない。ならどうして。真当たり君、お前なんか隠してるな。どうした？俺は悪くない。そう言いたいのか？聞かせてもらえますか？命令されたんだよ。誰に？クラスメイトか？朝見るのだ。こいつに脅されたってのか。そうだよ。ルナは違うよね。何が？黒幕じゃないよね、こんなこと。拉致したり殺し合いさせたりしてないよね。そこまで疑うの？どうなの？私は違う。何一つやましいことなんてない。疑ってごめん。本当だって。あいつに脅されたんだよ。脅された？浅見ルナさんと君の関係は？あいつの親父のとこでお袋が働いてんだよ。確か君は母子家庭だったね。君がやってじゃないと君が私にひどいことしたってお父さんに言うよ。はあ。お父さんは私の言いなりだから。それで君は浅見さんの指令を実行して立花さんはいじめをやめたと。知らねえけど。そうなんじゃねえの。もういいだろ。お前、人狼ゲームってやったことあるか？はあ、ねえ。面白いらしいじゃねえか。だからねえっつってんだろ。
誰が好きだの嫌いだのくだらねえ駆け引きで人を排除する、そういうゲームなんだとよ。もう戻らないと。おやすみ。おやすみ。立花瑞希たちが浅見ルナに嫌がらせを始めた。その後浅見ルナは真渡聖也を使って代理で復讐させた。結果立花瑞希たちによる嫌がらせは短期間のうちに終わった。立花の友人宮下舞も嫌がらせは立花が始めてなぜか急にやめたとコメントしてます。ルナとか瑞希とかの件は多分何も関係ないよ。なんでわかる？すぐ終わったし、ルナのことをいじめ始めた水木自身がすぐ飽きたから。そもそもなんで立花は浅見をいじめ始めたんですかね。確かに立花水木が浅見ルナへの嫌がらせを始めた理由が一切聞けてないですね。っていうかこれたどり着くんですか。俺ら失踪事件の星を追ってるんですよね。ガキどもの青春の不安定に付き合ってクタクタなんですけど。でも今はこれしか追う方法がないですから。どっかのおかしなやつが適当に高校生選んで連れ去って人狼ゲームやらせてるって追い方の方が普通なんじゃないですか。自分から参加した子がいる可能性だってあります。あのね警部補さん、ガキの妄想と並走するとどんどん自分がバカになっていくんですよ。親やったことあるとね、その辺のジレンマとガリガリ付き合わなきゃなんないんだな。いや、テルヤさん、だからそんなものから早く解放されたいとか思っちゃったのかな。なんでもないっす。ヒロミ、ヒロミ、ヒロミ、ねえヒロミ、よかった、ヒロミも無事だよ。ってことはみんないる。全員いるんですよ。何？見てください、みんないます。用心棒による護衛成功です。誰も死んでない。これで村人は渡したわ。
グッと有利になった。これ続けられないかな。続ける？用心棒は護衛先をあらかじめ指定しておいて、人狼には必ずそこを襲ってもらう。そうすれば誰も死なない。え、でも投票で死ぬじゃん。2回連続で最多票が同数なら処刑されない。確かに。それなら用心棒の護衛先も決めて、投票でもサイト票が同数になるように調整しておけば、ずっと誰も死なない。それでどうすんの？永遠にここで暮らす？いつかは警察も見つけてくれる。そうかな。無理かも。無理じゃないって。人狼は用心棒を真っ先に襲うんじゃないかな。ルナ、まあ勝てる確率ぐっと上がるもんな。まあなんせ1億ですからね。用心棒が匿名で指定したら、例えば誰も見てないタイミングで護衛対象のドアに印をつけるとかで、人狼には必ずそこを襲ってもらう。襲うか。私なら護衛されてないってのが分かってる相手を襲う。ちょっと待って、そこまでして勝ちたい？みんなで生き残ることより。僕が人狼なら乗ってもいいよ、その提案。でも残念ながらそうじゃないし、でもって人狼がゲームより人命を優先してくれるとは限らないし。となると用心棒としては護衛先は明かせない。まあそうですよね。全員で帰れるんだよ。帰れるかもしれないなんだよね、あくまでも。てかこういう提案をしているヒロミ自身が用心棒を特定したい人狼かもしれない。なんでそうなるの？腹くくったんじゃなかったっけ？おはようございます。おはようございます。決まったよ、帳場が立つって。不審者の情報と例のメールの情報を受けて、さすがに失踪3日目だしね。やっとですか。ありがとうございます。昼には本庁から何人か来るけど、それまではうちだけで動くから、まずは手分けして行方不明者の家を回って。それに関していいですか？ん？報告書にも書きましたが、今回の件には人狼ゲームというゲームのイベントが関係しているかもしれません。少なくとも一人の生徒にはその案内のメールが来ていたようです。なんかメールが来たみたいなことは言ってました。誰に？地方のところに人狼のイベントがあるって。各不明者の家からパソコン、もし見つかるならスマホを回収して中を解析させてください。それで進めてくれ。車関係の情報は？ N システムの映像は解析させてるけど、白いワゴン車だけじゃねえ。せめてナンバーの一部でもないと。はいはい、今行きます。どうした？テレさん。テレヤ。はい。酒臭いぞ。仕事してると抜けてきますから。この山大丈夫か？おかげさんで。頼まれてた街頭防犯カメラの映像をチェックしてたんです。どこですか？駅前の繁華街です。日付は昨日です。昨日？間違いないのか？はい、間違いありません。続きをお願いしてください。はい。
動き変じゃないですか。フラフラして酔っ払ってんじゃねえのか。彼だけ逃げ出したとか。それかこいつが元凶か。どちらにしても手配をかけましょう。今回占いの結果言うの俺からでいい？うん、いいけど、なんかもう分かった。昨日投票で釣られた酒井は人狼じゃない。待ってよ投票。俺は村人。まだ人狼は一人も減ってない。そういうこと。まずいね。じゃあ次、預言者同時に発表する？いいですよ。じゃあせーので指さしましょうか。それと同時に結果を言う。それでいこう。準備 OK。せーの、村人側人狼。人のために何かをしたいと思っていた。結果割れた。でも本当はいつも見返りを求めていた。ごめん、今夜はヒロミを釣ることになる。それで俺が霊媒の力で正体を見て、どっちが本物の預言者かを確認する。そういう流れね。私は今、見返りのない世界にいる。裏側が嘘をついてる。勝手に言ってくださいよ。誰も信じませんよ。クラスメイト殺しといてよくヘラヘラできるね。みんなに村人アピールしてもらってんの。なら死ぬ気で守って、これに勝つために。でもダメだよ。私は村人。やめた？特に行き先などは言っていなかった。やってることおかしくない？これは正式な捜査なんですよ。あの子、見つかりますかね。人狼ゲームという遊びについては。生徒さんと交際されていたというのは本当なんですか？ルナも私に入れる。ルナ、信じて。教えてもらえませんか？無理。それはどれくらい前の話です？私が人狼じゃないって考え。言うわけないじゃん。君の意思を受けるかもしれない。君人狼でしょ？人狼の現象を見せてきた。